今ねこんな感じで江戸川の土手にいるんですよ。あ、なんかいいですね、気持ちが良さそうな。そうね、天気が良くて昨日の雪とは打って変わって、うん、だからねちょっとねこの外でこう見てみようかなと思って、うん、今出品したなんだクリソベリルと、うん、ノアズクロソンと、うん、ちょっとまとめて見てみようかなと思ってね持ってきたんですよ。いいですね。このねクリソベリルバナジウムはね太陽光に当たるとすごく青みが増すんだよね、うん、だからねちょっとそういうのをお見せしたくてね、うん、どうかな今自分のカメラが光っちゃったあれなんだけどかなりこう神々しいと思うんだよね多分。すごい色綺麗ですけど。そうそう、だからこの色を見せたかったんだよね。でもやっぱりちょっと一つずつこう個性がありますね色に。そうなんです、これ全部ね本当に一個一個違うから、うん、本当に緑が濃いのもあればこういうミントのね、うん、綺麗なのもあれば、うん、まあ、ちょっとこういう黄色は強いんだけど、うん、やっぱり少しどっかに青みを感じられるっていうね、うん、まあこれもシーズン4から手掛けてきたやつだけどようやくねこうやって綺麗に仕上がったんで、うん、まあ、シーズン4からのいきさつとかねいろいろ一緒にリンク貼りながら、うん、まあ、楽しんで見ていただけたらなっていうための。そうですね、うん、うん、まあ一個一個はあの商品ページの方でねあの見ていただきながらもただ全体のこう上がり感というかこう、うん、きらめき感を今ちょっと太陽光でお見せしたくてやってみました、うん、いいですね。で続けちゃっていいかな、うん、こっちがロードクロサイトですね、そのアディダス仕上げの、うん、綺麗ですね。だからねこっちもねほんと室内とかね太陽光だとねまた違うんですよ、うん、このピンクの発色具合が結構明るいですね、こう見るとすごく。そうなんですよ。それこそなんか桜色。結構ね今太陽光の下だとねネオン感もあるし。なるほど。これなんかね新作のバフトップです。うん、ロードクロサイトでバフトップってなかなかないと思うんで。うん、まあちょっとねあの詳しいことはページで書いてあるけど本当ちょこっと手直しした時にちょっと亀裂が入っちゃったんだけど。うん、だけどこうやって見る限り全く影響のないレベルのものなんですけど、あれこれは顕微鏡で撮ったんでしたっけ。うん、撮ってあるんでそれも後でね、うん、あのなんだっけチャンタブリでカットしたやつの、うん、まあなんていうのカットの粗さとの比較的な、うんうんうん、あの動画もねあのお見せしたいなと思ってますけど。なるほど。とにかくこのツルツルピカピカで、うん、表面がなんか全然違いますもんね写真見たら。そうそうそう、まあ、そういうのをもう一段こうお知らせ加えながらやってみようかなと思ってます、うん、なるほど。はい、まずこれはちょっと太陽光撮影というかね、うん、その感じを見ていただけたらと思って、うん、こういったちょっと江戸川の土手沿いで、うん、宝石を見ながら喋ってるんでちょっと恥ずかしいですけどまあこんな感じですね。ありがとうございます。はい、もうクリソベリルは一つ入れたというか、うん、旅立ったっていうか旅これから旅立つって感じですね。そうですね、うん、はい、これもこうやって見るとすごい綺麗だね。いいですね、やっぱり違うね太陽光の発色は、うんうん、写真より青いかもしれないね。うん、うん、でこっちは本当になんていうのもっと明るいピンク、うん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 、うん、華やかですね。すごくそうですね、色とも。はい、まあ、こういった感じになります。はい、ありがとうございます。はい。